それにしても何なんだろうね、あそこ。何何？何の話？向こうの世界のこと。やっぱり不思議な場所だなって。私からすればこの世界全部が不思議だけどね。青ちゃんがいたっていう世界と比べたら？本当にびっくりしたよ。グラウンドも通学路もなくなっててさ、さっきまであったのにって、私の頭がおかしくなったのかと思った。こっちも突然知らない人が来てびっくりしちゃったな。それまでずっと3人で暮らしてたから、この世界に私たちしかいないことに違和感も覚えずに。そこに星崎さんが現れて、私たちは私たちのおかしさに気づいたんだよね。ここって何なの？なんで私たちは何も覚えてないの？ってね。バットは思い出せるものもあるみたい。物の名前や使い方とか。けど誰かとの思い出とか、いた場所とかはどんなに思い出そうとしても何も思い出せない。そっか。やっぱり不安？え？何が？私たちには記憶がないからさ、帰るべき場所があるのかもわかんない。だからぶっちゃけ帰りたいって思いがないっていうか。まあ確かに。でも青には記憶があるんでしょ？大丈夫。みんながいるからさ、全然不安にならないっていうか、むしろ楽しいんだよね。まるで映画の中のような世界に来れて。ほら、私って普通じゃん。だからずっとこういう特別なことを求めてたんだ。なんだ、それならよかった。とは言ってもいつまでも帰らないってわけにはいかないでしょ。明日はちゃんと向こうの世界を調べなくちゃだね。私たちの記憶の手がかりもあるかもしれないしね。了解。それじゃあそろそろ支度して寝るか。そういえば夜はちゃんと眠れてるの？どうして？昼ぐっすり寝てたから寝不足なのかと思って。何か思うところがあるならちゃんと言って。一緒に生活してるんだから。まだここに来たばかりで慣れてないってのもあると思うし。もしかして心配してくれてる？別に平穏に過ごしたいだけ。本当に？うるさい。レナさんの方こそ大丈夫？記憶がない方が不安なんじゃない？記憶がないことすら気づいてない状態だったから、そこまで不安じゃない。気づいた今はすごく気持ち悪いけど。やっぱり記憶を取り戻したい？そうね。ただ記憶を取り戻したいというよりは、なんでそうなったのか気になるという思いの方が強いかな。そういうもの？よくわかんないよ。それにしても記憶を失うなんて相当なことがあったはず。思い出さない方が良かったなんてことにならないといいけど。それって日記？うん、毎日の出来事を書いているのです。初めて会った時も書いてたよね。どんなことを書いてるの？その日食べたものとか、
ゆきちゃんやれなちゃんと話したこととか、あんまり変わり映えのない日々だったから、それくらいしか書くことがなくて。ああ、なるほど。でも食べたものの情報は結構お役立ちだよ。これを焼いたら美味しかったとか。レシピってわけか。ここ最近はいろんなことが起きたから、日記の内容も大長編。いろんなこと？あおちゃんが来た。向こうの世界も現れた。モンスターがいて戦うことになったのはちょっと怖かったけど、今日言ったこと本当なんだよ。あおちゃんが来てから生活が賑やかになった。だからあおちゃんが来てくれて私は嬉しいの。そう言われるとなんか照れるな。でもあおちゃんには帰らなきゃいけない場所がある。あおちゃんが帰っちゃうのは寂しいけど、いるべき場所にいるのが一番。ちゃんと帰る方法を探さないと。また明日から頑張ろうね。ありがとう。おお、ヤッホー、まだ寝ないの？うん、眠くなくて。そういえばフリスペには慣れた？なんとかね。初めて使うアプリだから手間取ったけど。いや、今時使ってない人がいるなんて私びっくりしちゃったよ。これはもう一度ちゃんと教えないとだね。ほら、アプリ開いて。はいはい。こんな感じ。ありがとう、助かる。思ったけどさ、スマホが充電できるってことは電気が通ってるんだよね。ん？そうだね。こうしてやり取りができるってことは電波も通ってるってことだ。そりゃそうだ。水道やガスも通ってるみたいだけど、一体どこから来てるの？確かに、いや、考えたこともなかった。なんかおかしいんだよね、この世界。おかげで快適に過ごせてるから結果オーライってことで。うつぼ心、宮内玲奈。
金城勇気。みんなと出会ってからもう3日は経ったっけ。結局この世界は何なのかな。長い夢だって言うならそれでいい。ドッキリでしたって言うなら長すぎるけど、今なら笑って許そう。まさか死後の世界なんてことは。ううん、ないない。お母さん、お父さん、心配してるかな。補習すっぽかしちゃった。先生怒ってるだろうな。ダメだ、眠れそうにないや。屋上にでも行こう。はあ、周りは水に囲まれて、人は私たち4人だけ。私以外全員昔の記憶がなくて、向こうの世界とかいうもっと意味わかんない空間があり、なぜか全員持ってる指輪で武器を出して戦える。あー、わけわかんない。なんなんだこの世界は。フリスペ。フリスペなんて名前のアプリ、元いた世界では聞いたことない。補習で学校に行く途中、スマホを落としたことに気がついて、拾った時にはこのアプリが入ってた。そしてこのメッセージが残されていた。そして今はフリスペ以外のアプリは全部使えなくなっている。もしかしてこれのせいで私この世界に飛ばされた。だとしたらスマホにフリスペを入れた人、それが私をこの世界に連れてきた犯人だ。あなた。え、だ、誰？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？え？あなたは何者？なぜこの世界にいるの？どのくらいの人がこの問いに自信を持って答えられるのだろう。ずっと何者かになりたいと思っていた。特別な何かを持つ何者かに。この不思議な世界で帰り道をなくした迷子の私は、いくつもの特別と出会うことになる。長い長い夏休みの始まりだ。
こころ、どうしたの？あおちゃんが座ってるのが見えたから、何かお話ししようと思ったのです。そういえば、ちょっと聞きたいんだけどさ、この世界にいるのって本当に私たちだけ？どういうこと？昨日、見たことない子に会ったんだ。ツインテールの女の子。あ、ゆうこちゃんのことかな。ゆうこちゃん？幽霊みたいに突然現れるでしょ。だから幽霊みたいな子で、ゆうこちゃん。知ってるの？一応。でも私たちもよく知らないんだ。話しかけても返事してくれないし、すぐに消えちゃって話しかけられないの。同じだ。気がついたらいなくなってた。もしかして本当に幽霊？どうだろう。何かされたってことはないから、悪い子ではないと思う。ごめんね、先に話しておけばよかった。うん、大丈夫。ね、今日も行くんだよね、向こうの世界に。うん、きっとあそこに何か手がかりがあると思うから。どうかしたの？ないの。ない？何がないの？食材がないの。はあ。はあじゃないよ。もしかして青、こっそり食べた？え？いや、そんなことしてないけど。わかる？この娯楽の少ない世界において、食が豊かでないことがどれだけ重大なことか。クオリティオブライフの話をしてるの。いつも料理作ってくれてありがとう、ユウキ。うんうん、いいよ。じゃなくて大事件だよ、これは。とは言ってもな、ココロもレナさんもそんなことはしないだろうし。でも他に人なんていないんだから、犯人はこの中にいるの。まあまあ、何か必要なら集めてくるよ。そこまで言うならお願いするけど。確かに残してたはずなのにな。
ふむ。準備はいい？よし、私の番。これが効くはず。やるね。これで足りてる？十分。さすが青。you